ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟の音です。姉ちゃん、なに今日は、なにとっておきの企画を用意してきました。嫌なんですけど、また。では早速いきましょう。ココロのカバンの中身大公開。待って、嫌だ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 。というわけで、はい、まあ、世の中の人にロート社員さんのことをもっと身近に感じていただきたいと思いませんか？いや、思いますよ。思いますけど。ですよね。だからそのためにはカバンの中身を公開してもらって、それによってもっと身近に感じてもらいたいという企画なんです。いや、てか見せる必要あります？いや、公式ですから。いやいや、まあ、公式ですから。いや、公式なのはそうなんですけど、絶対カバンの中身は見せません。ご安心ください。あらかじめ勝手に写真に収めてまいりました。まあ、お昼休みの化粧室、ゴミがち。はい、というわけで、まずこちらです。カバンです。どうです？綺麗でしょ？綺麗だよ。カバンはすごくシンプルでいいと思う。カバンはって何？問題は中身だよ、中身。いやー、もうなんで中身、本当にさ、プライバシーの侵害って言葉知ってる？じゃあ、まずは、はい、これはペンケースですね。ペンケース？ピンク色で可愛いでしょ？え、どこで買ったの？100均？いや、100均じゃないよ！なんと失礼な。次ね、名刺。名刺入れた。そう、名刺ですよ。わか、皆さん、私のあれ、あれっていうか、わかります？あの、え？肩書き、言える音、私の肩書き。広報、広報。あ、そう、スキンケア製品開発部兼広報 CSV 推進部っていうね。おー、それっぽい。 それっぽいじゃないの。そうなの。これあれでしょ、うん、俺もいるんでしょ。裏面にね。ちょっと嬉しい。ありがとう。いいのよ、いいのよ、弟。私の弟だからね。さあ ね、 そ、 ねそんな乗せるよね。できる感じがちょっとある姉ちゃんですけども。もう終わり。いや、イヤホンぐちゃぐちゃ。これはないわ。ちょっと待ってよ。もうちょっとちゃんとしようよ。いや、なんでそのまま撮るの。結んでから撮ってよ。だって身近に感じてもらいたいって企画だから。いや、そ、いや、あの、お姉ちゃんのさ、こう、あるじゃん、あの、こういうさ、なんていうの、あの、あるじゃないですか、プラ、え、なに？プライドというかさ、あ、あるじゃないですか、皆さんのイメージ、そう、イメージがあるの、お姉ちゃんにもね。おー、もうお説教ですよ、本当に。こういうこともあるんだから、もうちょっとちゃんとしときなさいよ。ちゃんとします。じゃあ、終わり？終わり？え、まだまだまだ企画のネタが書いてあるんですよ。見てくださいよ。ちゃんとメモしてるんだね。してますよ、当然当然。二人でタピロー、JK 流行語ノリノリゲーム。タピオってわかる？最近ね、流行ってるね、うん、タピオカでしょ、飲む流行りのね。次いくよ。化粧ポーチでいいんだよね、これ。うん、え、可愛くない？いちご、うん、ピンクと。いや、だからさ、筆箱もそうだけどさ、もうちょっとビジネスっぽいのにしたらどう？いやー、なんか普段使いとかだったらまだいいけどさ。いやね、だって誰かに見られるかもしんないんでしょ。でも見られても別に恥ずかしくなくない？え、ちょっと待ってくださいよ。誰？え、でも可愛いって言ってくれるよ、友達。いい友達だと思う。やったー。じゃあその中身ね、中身って中身よ。さすがですね。うん、まあまずね、まあ、ロートリセは普段使いで、私コンタクトしてるんでね、うん、このリップクリームね、メルティクリームリップって言うんですけれども、うん、まあこれもね、ちょっと乾燥した時に、最近皆さん乾燥本当に気をつけてくださいね、うん、普段使いしないと、もうすぐパッサパサのカッサカサの唇になっちゃいますからね。かんね、気をつけないとね。はい、そうですよ。はい、でね、そのメンソレータムの軟膏、うん、これは朝早い時にこう匂い嗅いで、ってすごい匂いっていう眠気覚ましに使ってます。あんまりおすすめはしないんですけど。まあだろうね。ちゃんとした使い方をね。うん、ちゃんとした使い方してくださいね。次、はい、まだあります？あります。もう私商品の宣伝終わったんで、もうもうあとちょっとです。これ何ですか？ココシャネルという生き方。これどういう意図でしょう？いや、この方の生き方に憧れるということで、本当に。ちょっとね、ココシャネルさんに恥ずかしくないように頑張りましょうね。頑張りまーす。ということで、じゃあ最後、はい、最後、何？ファンシオン。お姉ちゃん疲れてきた。これひどいよ。なんでジップロックに入れてんの？これからの季節、手放せません。いや、心配になるよ、こんな。不安だわ。なんで私弟に説教されてるの？ジップロックに入れてるのが衝撃だったんだよ。え、まあね、ジップロックに入れてね、飲んでな。いやー、はい、大公開でしたね。本当に勝手に公開されましたね。いやー、なかなか個性が見えたんじゃないでしょうか。おとくん、私怒ってるよ。何ですか？
この後何か甘いものをよこしなさい私に。なんでだよ。プライバシーを侵害されてズタズタのボロボロですよ。そんなに？いやそんなにだよそんなにだよ。だから甘いものをよこしなさい。この後コンビニ行こうね。まあ労働社員さんのことをねより身近に感じてもらえたんじゃないかと思いますよ。公式のカバンの中身は公式でしたということですね。皆さんも普段使いしてください。というわけで次回姉ちゃんの部屋公開。え、なんで無理？絶対無理。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。